日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらって袋から出さないでどうする。ちょっと待ってくださいね。はい、こちらミスタードーナツ大人のポンデショコラ2種を食べたきます。確かこっちがビターチョコでこっちがビターキャラメルだったかな。キャラメルの方はちょっとべったりくっついちゃってますね。なので剥がすのに大変なので、まずはこちらのビターなチョコからいただきます。見た感じはいかにも濃厚そうな色ですね。で上に乗ってるアーモンドもまた美味しそうです。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。続いてはキャラメル。上に乗っているキャラメルがべったりしていて、いかにもな雰囲気を醸し出してますね。いやどんな雰囲気だって突っ込まれそうですけど、ではいただきます。最初に食べたビターチョコレートは本当に名前の通り甘さ控えめのチョコレートで、生地も上のコーティングもそうでしたね。なので本当に甘くないチョコレートが好きなあなたにおすすめです。上のザクザクアーモンドも良かったですよ。続いてキャラメルの方は、キャラメルがほんのり甘くて下の甘さ控えめ生地とよく合っていました。ただこちらも大人なんだから苦かった方が良かったような気もしますね。なので今回はチョコレートの方が美味しかったので、ビターチョコレートを代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。